あ,ああ、はいちょっとええええ,え <laughs> ちょっとどうなるのこれ <laughs> やばくない <laughs> 早く早く <laughs> <ー>よろしく頼むぞん三二一さ来ましたダンジョン飯ですね。 先週は僕の最しである戦士。まあ彼の過去がね、またいろいろありそうな感じで、ちょっと終わってて。で、まあそれの今回続き、まあこれをやると思うんだけど、まあ戦士会ということだけど、ちょっと重くなりそうな感じするよね、お話が。なんせあの、仲間なんか当初いたであろう人たちまあその人たちは今いないわけじゃんってことは、 まあやっぱ前回のあのグリフィングリフォンならぬ。まあそこら辺になんか苦手意識が選手あるようだったから、みんなやられちゃったとかそういうことがあるんじゃないかな。だからそこら辺の様子が今回見れつつ、また何を語るかだね。で、マルシリがね、その選手を救うために頑張ってくれて、髪の毛ね、半分切っちゃって。 うん、この動機みたいにすっごい可愛かったけどさ <laughs>。すげえ良かったけど <laughs>。まあ今までこの髪型がコロコロよく変わってたじゃん。だから半分ない中、今度どういうね、また髪型見せてくれるのかっていうのが、まあ、ポ,ジティブポジティブな部分での楽しみ、楽しみな部分かなと。であとはあれだね。まあこの話もコンクール残りは数少ない中で、 どう終わっていくのかだね。あ、おお !CM なしだうん。うん。いや、まだピッカピカだよ。手つかず。すげえもん見つけたよね。大発見。おうん。お、なんか戦士、すごい器用な少年って感じだね。 かっこいいなぁ、今の人。うん。あこの人のじゃない今被ってるかぶと受け継いだのかなうん。あいやもうこんなの見つけたから、もう虜になっちゃってる。うん。 え、えあ、えもうなんか、ああええー、ああ、あ,あもう割り替え早速、うんグルフィン。うん。うん。ああ、こんな感じあったよね、みんなでさ。 うん。いやさすがだね、この人なんか、リーダーっぽいし。あ、うん。うん。あらえあ、あ、ドワーフならではのあれだね <laughs>。うん。食料。あ、でー、 食べるようになるんじゃないこのダンジョン内で。はあ。うん。うん。え選手お留守番。うん。やっぱ役立たず的な扱いなのかなで、あの盾が鍋になってくのかねあ。 またやられちゃったのうわぁ。うん。うん。ああ、役立たず的な感じに思っちゃってるのか。うん。いや、怖すぎるね、こんなの。 あー、俺の推しが、<laughs> かっこよかった人やられちゃった。え、え、うま。うん。 ええー、もうこんだけ仲間減ってんのにさ、こんなことをさ、言える人すごいね。うん。なんか変な感じかなと思ったら、言い争ってるわ。三十六36で育ち盛り <laughs>。うん。うん。 いやー、残された仲間がもう、こんな感じとか終わってないすでに。ああ、ガリガリになってないうーわー、もう末期だね。 いやー。あーええー、仲間同士でまあけどありそうだね。こういう状況までいったら。普通じゃいられないし、ああなたが生き残ったのか。 まあ、こういうとはしょうがないかな。もう俺も食べてほしいかな。生き残るためだったら仲間とかさ、好きな人とかに。 いや、気が状態だったらね、もう何でも。うん、彼は。えぇ、ー、ええぇー。うわーいや、戦士やばー うん。ああ。初期戦士って感じだね。うわあ、もう。ええー。まあ、ダンジョンクリーナーとか、もう。ああ、ああうん。ああ、こっから付き合いが始まったんだ。うん。 もう雪の子焦ってる。食べないで。うん。ああ。ああ。ああ。 あの傷ねいや,、うん、いやーすげえ過去出てきた。 え <laughs> ちょっと軽くないすっげえ。ライオス、さすがライオスだね。いや、その結果を知るのも怖いじゃん。<laughs> いや、本当に。<laughs> <つ目> <laughs> あいつなんなの、まさにその通り。<laughs> うん マジ、ドキドキじゃん。まあ、そうだよね。うん。<laughs> すっげえ張り切ってんね、ほんとに。<laughs> こんな時なのに。うん。いや、むしろギョリヒンであってほしいわ。もう俺は完璧に人だと思ったからあれ あの扉の奥でさばいた。うん。ああ。うん。まあね、そんなわかんないね。まあけど、ライオスなら、そこまで突き詰めるか。うん。うん。うん。 いやあ、ファリどうしてるかないや、ちょっとセクシーなんだよね、この姿。うん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 、<laughs> もう夢中考えるのに。<laughs> いやけど、ここは同じ味再現するんじゃないうん。うん。んなんだろう。なんか、うん。まあ、ああのキノコにも興味持っちゃった感じへえー。 いや、重い。完成じゃ。<laughs> いつもと違うよ。ああ。そうなのね。ああ。う <laughs> いやまあね <laughs>、これも仕方ないね <laughs> <え>。うん<ー>。えうん。えじゃない。ほう。うん。うん。 ああうん。これ、うん、うん。そこの、いや、名探偵ライオスすぎんか。コナンもびっくりだぜ。うわあ。うわあ、よかったね。あ <laughs> はうーん。うーん。 魔物バカだからこそたどり着いた答えだわ。えそんなすぐい、い、いるのねえ。うん。うわてか髪、やっぱあれだね、片っぽ。うん。なんで確信しているのうん。うん。 あれうん。うんうん。なんか、アンジーの映画だったよね。チェンジリングとかなんかタイトルの。うん。えうん。ええー 何それ何それうん。うん。え、そのチェンジリングのなんか影響にあったってことうん。ええー、ああ。 ええ、<laughs> これがあれなのかじゃあ、そういうことだよね。これでやってくれ。うわぁ、震えてる。あ、これなんじゃないいやー、これなんだよ。 いや、みんな多分違うと思って焦ってると思うけど。はははん。ええ、ああ、セーシー。あー <laughs> あ。あ超めっちゃいいやん、これ。<laughs> めっちゃいいやん、今の。<laughs> 水ずつみも入って うん、うん、いやそういうのが薄いから戦士はねまたうんうん いや、戦士パパー。ふふふ。いい。いや、ライオス、お手柄だったなーあ、あー入っちゃって、さあ。あ、えうん。あ、姿形は変わったわけじゃないんだ。なんか、未知の病的ないや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 。 さっきのあの花粉みたいなブシューってなってね。あ、まずいね。これはこれで。あら、全然思ったのと違うわ。あれいや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  <laughs> 変わったよ。おかしいおかしい。しい <laughs> 太いぞ。え童話孵化してるもしかして。えへへ、ライオスが。あ、マルシルは <laughs> ああ。 ああえこれもやっぱドワーフか <laughs> ねえ、縮んでるだけじゃないんじゃないええー、ああ、精神が、チルチャックえー、でかい、いやだ、なんか。<laughs> チルチャック3。いい。えバラのエフェクト出てる。 ああ、ちょっと乙女チックな心になってんのかな、戦士。ああ。え、もう一回入れば治るのかなさっきのあの肉といい。ああ、ハフとうん。あれ <laughs> あれ <laughs> ちょっと待って。<laughs> まんまあれああ。ええー、五隅戻って。五 <laughs> にやだ、それ。 もういやいや、チルチャックも可愛げ全くないし。いや、むしろライオスがめっちゃ可愛くなった。ええー。うん。あマルシルこれもいい。あ、いいねいいね、みんな。うん。あれえ装備交換したんだ。戦士が。ああ。変わったんだね。 ええー、かわいい、マルシル。またそういうの興味持って。<laughs> ああ。おここちライオスの起点だ。あ、はあ。なんか性格さらにおとなしくなった。なんかのっぺりしたね。いや、ちょっとマルシやべえな。 このビジュアルなら俺マルシで採用しかもしれん <laughs>。戦士があんなになってしまったし <laughs>。おーすごい努力。ああ。鼻でわかるんだね ?5 つみの。お、いや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 、<laughs> いいな、あの戦士。もしれえなこんなキャラ、うんうん。 えー、おおおお来たのねえあれ何よここまでうん。生きてるのか この姿のままなのえこの姿のままなの時間経てば治ったりすんのかなうん。うん。え <laughs> ちょっと待って。結構すぐ治んのかと思ったけど。えー、確かに。え受け入れてる。あはははははは、もう。 <laughs> 誰なんだよ、お前は。<laughs> うんな。やっぱ、戻りに戻ってほしいなーあいつああ。うん。あ <laughs> 低い。<laughs> うん。え <laughs> 何それ、ごリ押し <laughs> 無理だ、そんなの。おうん。あえあんな、うん。え、こんなになったのでかええ開けてくれたのかえ、ケンスケ。いやいや、ケンスケじゃないの。 うん。ああ。えええなんかいいのおおガーゴイルかおおいるんだ、こんなの。うん。いや、物理の攻撃、きづらいんじゃない えいやいやいや、あなたの体格ならなんか、いやいや、ええー、狙われてる。なんとかなんないかね。あー、でかい分。いや、そうだよ、なんか、あマルシルマルシルじゃないあはははは、ちっちゃー <laughs> えあー、この体だとあれかな。うん。魔力が。 ないのかもね。え君はどうしたの何なのうん。あ、そういうことえぇ、ー、もうみんなあれだ。えへへへ、戦士、ちょっと、なんでそんな感じなのいやいや,いや戦ってくれよ。あはもう自分でどうにかするしかないね。 ああ、そうだ、さっきのあの力があれば。うん。動きづらい。あ、スタミナはないんだね。うん。ああ、お腹中入っちゃう。うん。あはははいや、かわいすぎる。いいね。ペットかな。も <laughs> う。 中まで入ってこないんじゃないあいつらも。ああ、閉じればいいのか。あーけどこれ閉じちゃって平気なのかねまた。なんとかなったね。とりあえず。まうけど進むしかないだろ。<laughs> なってみたらわかるやつ。<laughs> うーん。おぉ、やっぱあのキノコでどうにか。おっあマリック使えるようになったの てか何、何ねすごいね。ここ。いや、飯かーい。うん。え、なってみて。あー、燃費あ、<laughs> 確かにね。<laughs> 確かにね。って、俺も知らねえわ。<laughs> うん。うん。 うん。なんだハンバーグうん。うん。えああ、餃子あ、なにこれ肉まん的な感じかうーん。え <laughs> どういうあれなのこれ <laughs>。あ、いっぱいできた。小籠包かな ああ。まあ、こういう手元のさ、細かい作業をするとね。<laughs> ちょっとなんか毛みたいなの入ってんの、あれ、あれか、<laughs> イーズツミか。<laughs> やだ、あれ <laughs>。やだよ、食べてて。<laughs> 髪の毛とか噛むとね。すごい違和感あるじゃん。うん。うん。なけ、美味しそう。うわあ、すごい肉汁。 ああ、確かに遅い。うん。ああ、味覚。うんうんうん。美味しいものうん。 まあね、根本はね。Okay, ここまで見た目変わっちゃった。いやー、そ、それは本当に <laughs> 解決にはなってないぜ。うん。いやー、めちゃくちゃメカニックな感じ。ほんうん。うん。 募集。うん。はあ。うん。いや、もう来るよ。いや、そんなことできんのか。ああ、権力的なものだよ。 確かに。<laughs> いや、できんの <laughs> お前にできんのかよ <laughs>。うん。いや、それがいい。俺の戦士返してくれ。はい、というわけで今回エンディングなしであの姿のまんま終わってしまったんだけど。もう自身も持ち越しだね、これ。いや、戦士のあんな話の後にね、まさかこんな展開になるとは。めっちゃ面白いやん、この展開。 ちょっとズンとしすぎた分ね、こんなぶっ飛んだ話来るとすごいね、この楽さが感じるね。前半のあの戦士の話考えてみないそれが今のあの戦士の姿だぜ。もう全然違うじゃんね。やっぱ元の姿がいいな、結果、こうやって見てると。で、またあのキノコがあればね、戻れるようなこと言ってたけど、やっぱその輪っかん中にもう一回入れば、あのお肉みたいにね、もう元に戻れるってことなんだろうね。 またなんか先進んじゃってさなんかメカニックな場所にいるけどまたすごいなんかとんでもない技術とかさ出てきちゃうんじゃないのこの後ドワウのそこら辺も含めてまたエリフとかが狙ってたりすんのかないやあとはやっぱ戦士の方ねそこでライオスがはっきりさせようみたいな感じになってさ、まあ、今回結果としてよかったけどあれがもし本当に人の肉だったらね秒であの判断しちゃうライオスやっぱ恐ろしいよね 俺は扉の奥に消えたしほんと人のお肉だったんじゃないかなと思ってたけどさそういう結果に終わんなくてよかったかなで戦士がまた地上とかでね元の生活送れないみたいなやつそこら辺もねなんか実際の話さその戦争とか行って帰ってくるとさちょっと馴染めなくてとかさそういうの実際に聞く話じゃんある意味戦士もそういうような感じなのかもね まあそれでもあの描写ねあのみんながさこの昔のメンバーから今のメンバー変わるところあそこのあったかい感じ愛のある感じが良かったね。 これからもちょっと戦士パパ今エルフになっちゃってパパって感じしないけどまたパパに戻ってもらってね可愛らしい姿セクシーな姿ね見せてほしいなと思います <laughs> はいというわけで今回の普通に対する皆さんの感想だったり僕の予約書に対するコメントをお待ちしておりますまた動画の高評価チャンネル登録まだの方はたらねぜひチャンネル登録していただいて引き続き楽しんでいってください一応動画ぶつがお送りしましたバイバイ